はい、梅です。今日ですね、ランドのウエスタンランド、こちらですね、ハングリーベアレストラン来てます。こちらのカレーでですね、スペシャルセットがあるっていうことで、早速これから食べてみたいと思います。こちらのですね、スペシャルセット、エビカツベジタブルカレー、これは楽しみだ。カレー大好きなんで楽しみです。行ってきます。辛いの好きです。辛いのがお好きな方は、はい、スパイスがございます。これで普通なんですか？結構ありますね。よかった、大盛りしなくて危ない。はい、あ、欲しいです。一つでいいです。これで普通ってすごいですね。大盛りだったらすごそうだな。はい、ありがとうございます。こちらがベジタブルとエビカツのカレー、普通サイズ。いや、これ大きいよ。結構びっくりした。よかった、あのね、海苔で大盛りにしなくて本当よかった。これね、どれぐらい大きいかというと、これがペットボトルなので、わかんねえだろうな、これ。まあでも、とにかく大きいですよ。すごい大きい。それでね、辛いのが好きだって言ったらね、これ見てください。こういうなんかね、カレーホットっていうなんかね、辛さを追加するものももらいました。これでね、850円なんですよね。ココイチなんかでもさ、トッピング増やしたらすぐそのぐらいいっちゃうので、それ考えたらこれ結構得なんじゃないのかな。はい、じゃあいただきます。いただきます。おー、うまい。これ絶対ね、ご飯多すぎてルーが足りなくなるやつなので、辛さ追加します。辛いの好きなので全然いけます。辛いの注入、ちょっとごめん、やっぱ半分する。ちょっと怖いんで。じゃあいただきます。ん、あー、辛くなった。あのね、ラー油みたい、なんか辛さの感じが。ココイチのスパイスとはちょっと違うね。で、カレーはね、ポーク味かな。ビーフではないね、ポークだね。で、ベジタブルってことで野菜が乗ってるんですけど、じゃがいも、パプリカ、ナス、トマト。辛くするとね、カレーのカレーソースのね、うまみがやっぱ飛んじゃうね、辛さが強すぎて。これやっぱ中辛のままでルーをめでてきたらいいな。無理かな。じゃあエビいってみますね。エビはね、これ丸いんだよね、これ。ほら、なんかヒレガツみたいな形してる。これどういうエビなんだ、これ。カツのサクサクのこの衣とね、カレーがマッチして非常に美味しいです。野菜でしょ。まあでもね、カレーは鉄板だよね。まずくて食べられないカレーなんてめったにないからね。ましてやディズニーだし、パークでしょ、ハウスだからさ。おそらくこれはもうくくれカレーだね。よーく考えたら、ウエスタンランドでカレーって、よーく考えたらなんかおかしい、いや、おかしいとは言っちゃいけないな、ミスマッチ。いや、そんなことはない。パーク開園30年目で俺今更気がついたよ。まあいいね、美味しいしね、内装凝ってるし。完食しました。あー、うまかった。ルーとご飯のボリュームバランスがね、ちょっと悪くて、ルーがちょっと少ないので、うまくバランス配分考えて食べないと多分ご飯が余ります。レジでさ、ルー多めってこれ言えるのかな。これで850円は全然ありだな。で、めちゃくちゃボリュームがあるんでびっくりした。ほんとね、なんか調子に乗ってね、大盛りにしなくてよかったよ。普通で全然よかった。あ、そうそう、でね、あの辛くなるやつをかけるとなんか、ね、ラー油っぽいんだけど、あれつけると確かに辛くなるんだけど、味が変わります。もともとのカレーの風味のポークの、あのなんていうの、濃厚なねっとりした、あのドロッとした辛さ、カレールーの辛さがかなり辛くなって、辛いが強くなって飛ぶので、なしで辛さが物足りなくても、カレーのコクを味わいたい人はあえて入れない方がいいかもしれない。はい、以上、ハングリーベアレストランからカレーのレポート動画でした。はい、じゃあね、バイバーイ。